桃太郎さん、桃太郎さん、腰に続けた君だ、私に来たさいな、私にくださいな。メタメタ前、どっかにおじいとおばあが住んどったらしいよ。おじいはジムへ筋トレに、おばあは川へ一面とバーベキューしに行ったお。おばあがのぐそしに行ったら、未開封のアマゾンの段ボールありけり。こっそりパクっておじいと開封の儀をやったらしいんよ。段ボール開けたら、中から細くに似ためっちゃかっこいい男の子いてマジ湧いた。神！その子に桃太郎って名前をつけてパリピに育てた。やりラフィーバリスカオフエノビージーラバジスカウィセデナシーアレナ娘のビハーシェノバタハビアー。俺の夢はアンパンマンになること。バイキンマンをやっつけるぞ。キュンです。おばあが隠してたきびだんごをパクって、桃太郎はプライベートジェットで鬼ヶ島に向かったんご。おばあが気づいたとき、マジピエン。ピエーン！とりま適当に、竜とアリンコと蚊に出会って、きびだんご渡して仲間にしたらしい。竜、アリンコ、蚊。メンチ切ってんじゃねえぞ！アンパンチ！ヤンキーから現金1000万円を強奪したから、明日からは毎晩ホムパシ放題。イエイ！めでたしめでたし。こんなお話だったんだよ。すごくいいお話だったね。じゃんじゃん。